こんにちは。東京駅の、京葉線丸の内地下におりますけども、今日これからですね、特急若潮号に乗って、まず阿波小港へ向かい、帰りは阿波鴨川から乗って帰ってくる予定でした。そして、外房線の特急はですね、徳種、駅根と徳種というのがありまして、後ほどご紹介すると思うんですが、実は非常に前日まで予約すれば安く格安で乗ることができます。普通乗車券プラス80円ぐらいの値段で乗れるという素晴らしいものでして、これですね、金額を見ると、2390円と書いてありますけども、これ普通乗車券がね、確かね、東京から阿波鴨川まで2310円なんですよ。駅ネット特ダネ、列車限定割引特ダネ40と書いてあります。これは、非常に安く乗ることができるので、まず重要な情報ですから冒頭でお伝えしました。そして次に、この9時1分発若潮3号に乗る予定だったんですが、しかしですね、この私、9時30分発だと勘違いをしておりまして、もう特にですね、この列車どっかいなくなっております。行っちゃいましたね。ホーム上がったらなんか10時って書いてあるの、あ、いないわということで、結局乗れないことが分かったのでした。ただ幸いなことに、房総方面の特急はですね、お客さんが少ない割には頻繁に運行されていて、次の列車の出発は10時となっています。で、じゃあしょうがないんで、別にそんな損はしてないじゃないですか。駅ネットの、ね、4割引きで買えなかったっていうのはちょっとショックですけども、しかし、割引率があまりにも高いので、当日になると、割引で買うことができるのは前日までの購入なんですが、しかし、そんなひどい損はしない、じゃあならばということで、次の若潮、5号に乗るためにですね、房総料金回数券というのを買いました。今、探してるんですが、房総料金回数券の便利ですよ。で、これなんですけど、東京新宿から立山銚子阿波鴨川までの、こういうですね、特急潮騒とか、若潮とかに使える回数券、自由席用のもので、これは当日でも購入することができます。これはさすがにさっきの駅ネットほどに安くならないんですが、ただ、特急に4回乗ると、確か5300円ぐらいするのかな、それが3800円ということで、特急に4回乗れば1500円ほど安くなります。1回やったら400円程度の割引、ですから、さっきのね、駅ネットの予約した割引切符、あれ紙くずになっちゃいまして、乗車券として使う場合はお情けで使わせてあげるよというものなんですけども、しかしね、紙くずになりはしたけれども、特急料金の部分に関しては完全に役に立たなかったけど、でもまだちゃんとね、それでも安く行けるんですよ。すごい割引率、高速バスの競合が激しいからです。で、次の若潮5号ですが、10両編成と書いてあります。書いてないかな、10両編成なんですけど、ところがですね、これ後ろ側の5両は上総一ノ宮途中駅で止まってしまうんです。だから前側の2両1号車 2号車だったかな、そっち側に乗っとけば終点まで運んでくれますんで、気をつける必要があります。ちょうどね、今早速折り返し列車が来るようです。結構どうなんだろうな、自由席号車が5両編成中2両で少なめではあるんですが、お客さんも少ないんで、そんな難しいことはないと思うんですけどね。しかもお客さんは海浜幕張と蘇我で降りてしまうと思います。千葉方面の車両には255系と E257系とありまして、257系の方が、内容は随分エコノミークラス的というか、落ち着いている普通車中心の編成です。255系は9両編成で、私が乗り遅れた方、古い車両が使われていました。そっちの方がね、グリーン車もついてて、ちょっと豪華な感じがするんですが、房総方面もお客さんがどうしても減りつつありますので、編成の両数を5両編成に短く区切ってですね、お客さんが少ない時は短い両数で運転できるような車両が当てがれています。ただそれでもお客さんの減少はそれ以上に予想以上に激しかったようで、5両編成の列車、9両が5両に短縮をされましたが、それでもまだ列車の運行本数が多すぎるということで、内房線など特急さざ波号はもうほとんど廃止されてしまいました。そして外房線の若潮号は需要が少ない割には割と頻繁に運行されています。この列車はなんと長い10両で運転されます。途中の需要の大きい区間だけはお客さんをたくさん運べるようにするためです。多分どっちかというと、これもともと通勤で千葉方面から東京に今着いた通勤ライナー的な列車だと思うんですよ。で、そのお客さんが多かったんで10両編成で来たんですけど、帰りは10両で出す必要はないでしょうね。たまたま10両でくっついてやってきたから、10両でまた送り返すということをやってるだけだと思います。指定席とかね、本当にお客さんいないと思いますよ。この上総一ノ宮行き編成の指定席なんか一体どれほど売れているかな。自由席号車に並んでるお客さんの姿もね、全くとは言いませんがほとんど見当たりません。いや、すいません。でもそれ指定席号車からはね、あんまり死角になってて見えなかっただけでして、今見た限り自由席号車は私を含めて20人行列ができていました。2両で20人、指定席の方はなんかほぼゼロというかガラガラのようでしたから、
指定席に乗ったら随分いい気分が味わえるかもしれないですね。さっきの割引切符駅ネット、あれを使えばあの 40% 割引を受けつつガラガラの指定席で引くことができます。需要が減ってきたのに合わせてコンパクトミニマムな設計で5両編成短くなったこの若潮号の車両ですが、まあ、しかしそれでも車両の数がやはり余り気味。今はね千葉方面の車両はもうあんまり運用がないので、あのむしろ山梨方面の富士山方面富士海遊号とかに使われていて、今度特急踊り子号にも転用されるそうですけどね、そちらの方面では随分活況呈しているようです。一番前のところこれグニャグニャのホロがついてますが、これですね、あの5両編成としても10両編成としても使うことがあります。10両としてつなげるときにはすぐお隣側の車両と連結でき、そしてこの間この輪シータこれを通してですねお客さんがこのホロの中を歩きますので、まあ、外へ落っこちないようにと、こういったものも付けられています。まあ、全ての車両の貫通面がこんな感じになってますけどね。それからあのここにこんなものがあの出っ張りがついてますが、これは連結作業などをする人がここに足をかけて、そしてこのホロとか、そういったものを取り扱う補助になるものです。連結、分割、併合、そういった作業が多い房総方面の特急列車、まあ、それならではの仕様と言えます。ならではってこともないが結構いろんなのでありますけどね。もうそろそろ出発の時間です。時間通り東京駅を出ました。あのね、結局お客さんはそんなに車内にはいなかったですね。あの行列のお客さんと、ね、関係ない人があの結構たくさん行列に並んでたみたいで、特急に乗っていったのは実際にはその3分の2ぐらいでした。自由席は阿波鴨川終点まで行くものは5両ありますが、失礼2両ありますが、2両のうち前寄りの先頭車10号車の方がお客さんは随分少ないようです。お客さんの荷物もそんなに遠方まで行くという感じではないので、まあ、多分次の海浜幕張か、まあ、蘇我のあたりでみんな降りてしまうんじゃないかと思いますけどね。次は海浜幕張に止まります。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急若潮5号、阿波鴨川駅です。車掌さんがね、あの女性の車掌さんが今車内放送されてますけど、あの車内改札に来た車掌さんも女性の方で、まあ、つまり2名は少なくともおられるわけですよね。多分10両も長い編成だからどうしても車掌さんも多くなるんでしょう。東京駅を出てからの区間はずっと地下トンネルですが、今音がねちょっとおとなしくなりまして、もうそろそろ多分出てくると思うんですけど、ここら辺が京葉線、この特急若潮号に乗ってて一番景色のいいところなんじゃないかと思いますけどね。東京の湾岸、まさにそんな感じの風景の中を走ります。まあ、東京ディズニーランドに行かれる方も、まあ、多いかと思いますんで、そういう人は見慣れた光景になるのかと思いますが、今通過しているのが塩見です。もうこの辺からは全部埋め立て地帯、右側に見えますが、あの今度ね東京オリンピックの水泳の競技大会の会場にあるのも確かあそこだったかと思いますが、まあ、そういった先進的なものも数多く見られるところです。あ、なんかまたオリンピックの パビリオンじゃないですか、万博か、オリンピックの会場みたいなものができてるわ。車掌さんがまたもう一人通りがかってね、車掌さん少なくとも3人乗ってるようです。千葉方面の場合は結構車内の検察、それをやるための人員をあのそれ用に割いたりすることがあるんですよね。京王線はもともとこの暴風柵、これがなかったので、あのしょっちゅう列車が頻繁に止まってしまっていました。風が吹けば止まる、風に弱い路線、まあ、そういうイメージだったんですが、まあ、それがですね、あのだいぶ改善されまして、あの良かったんですけども、ただ暴風柵があのできたことによって景色は悪くなりました。しょうがないですけどね、たまに止まってもいいから、あの暴風柵ない方が嬉しいんだけどなとか正直私はそう思いますが、まあ、そんなのは私ぐらいです。車両の警笛は JR 東日本でよく鳴らしているミュージックホーンです。もっと本気でブワーッと鳴らすこともできるんですけどね。下から臨海線の線路が上がってきました。新木場を過ぎると臨海線と京葉線は合流することになっています。臨海線は JR じゃなくて直通運転もしてないんですが、実は京葉線とつながっています。臨海線と埼京線って直通運転してるから埼京線の一部みたいに見えますけどね、実は臨海線って国鉄が計画した、京葉線の一部の、路線だったんですよね。ただ実際には京葉線とつながって運転されたという実績はほとんどありません。葛西臨海公園の観覧車が見えてきました。こんなに大きいのはなかなか東京周辺でも見ません。今京葉線の233系、これを追い抜きましたけども、葛西臨海公園は一応待機線が設けられていて、特急列車が走るとき大体この駅で前を走る普通列車を追い抜かすことが多いです。
そして東京ディズニーシーですね、これは何て言いましたっけ、もう名前忘れちゃいましたけど、キラウエア火山みたいな、プロメテウス火山か、それが見えてきましたが、ちょうどそのディズニーシーの脇のところにある、この川を渡ると江戸川ですが、千葉県浦安市に入ります。ちょうど渡った最初の土地が東京ディズニーランドなんですよね。この立派なホテル、夜になると綺麗な夜景になりますが、もちろん朝も綺麗です。ただディズニーランドは京王線から眺めるときはね、あの夜の方が綺麗に見えるかと思います。基本的に昼間は逆光だからです。ちょうど反対側からディズニーリゾートラインもやってきました。もうじき新車ができるそうですね。舞浜駅の周辺は人でいつもごった返しています。平日でもものすごい混雑です。特急は舞浜には止まりません。止めてあげてもいいんじゃないかと思いますが、まあ止めると混雑がさらに激しくなったり、間違って乗ったりするお客さんが増えるのかもしれないですね。ディズニーランドに行くお客さんが特急列車がどうこうっていう知識はなんか私は個人的にあんまりないんじゃないのかなという気がしますが、この脇を走っているディズニーリゾートラインは単線でかつ一方方向の運転です。山手線のまあ外回りしかないみたいな、まあ、そういう感じで内回りしかないっていう感じですが、次の列車が見えるかなと思って頑張ってみると、お、来ましたね、山バック、なかなかかっこいい。センターオブジアースみたいなやつがここに来てくれないかなと思ったんですが、特にそういうものは見当たりませんでした。ディズニーランドを過ぎると昔ながらのといいますか、まあ、おそらくディズニーランドよりも歴史が古いと思われる京葉工業地帯、倉庫がずらっと並んでいて、また船が出せるような準備をしているところもありましたね。この辺はかなり景色のいいところです。京葉線って実はね、景色の良さはバカにできないんですよ。だからまあ視聴者の皆さんもぜひ、ディズニーランドを過ぎてから、蘇我に着くあたりまでは進行方向の右側にご注目です。特急若潮号は進行方向の左側は、運行区間の終わり頃に太平洋が見えてきますし、進行方向の右側は東京を出たすぐ右側に、東京湾岸の景色が見えてきますので、どちらも素晴らしいと思います。さて、買いましたのは両国国技館の焼き鳥です。昔特急若潮号サザナミ号は、東京駅の少し脇の、両国駅から出ていた時代があったんですが、まあ、現在は両国駅の特急ホームほぼ使われてないんですけどね、そういうわけで一応じゃあ外房線の特急つながりということで、こんな両国の焼き鳥名物を買ってみました。これで意外とお腹いっぱいになります。進行方向左側には首都高速何線でしたっけ、これ首都高ですよね、それが通っていますが、この辺にジャンクション、さてこの辺りで京葉線は二手に分かれます。まあ正確にというか分かりやすく言えば、東京からここまでの間は武蔵野線も京葉線も同じ線路を走っていたんですが、ここで武蔵野線と京葉線が二手に分かれるのです。左側にもうそろそろ奥の方に高速道路のジャンクションのような形をした線路がこう見えてきます。このように分かれていくのが武蔵野線に入っていく列車で、次の停車駅が西船橋、一方で向こうから西船橋駅よりこのように合流をしてきた線路も見えます。ちょうど上を武蔵野線が走り、この列車と並走しています。一方でこの列車は二俣新町駅を通過しています。上を通っている武蔵野線には二俣新町駅がありませんので、停車することもできません。この先、次の通過駅南船橋にて京葉線と武蔵野線は合流をすることになります。武蔵野線は首都圏の路線の中ではかなり路線図が複雑で、まあ概ねですけれども、東京を出発して府中本町に行くものと、次の南船橋を出発して東京駅とは逆向きに最初進んで、その後西船橋から府中本町方面に向かうものとあります。駅の高架の上が随分広くなってきて、線路がごちゃごちゃ入れ替わっています。今通過するのが南船橋駅です。ここまででまた武蔵野線の列車がやってくる一つの境界ということですが、実際には多くの武蔵野線の列車がここから先にさらに直通し、最終的に海浜幕張まで進む場合が多いようです。新習志野駅を過ぎると線路がいろいろ入り組んできます。これは進行方向左側に京葉車両センターという車庫がありますので、そこと出入りをするための車両が本線を塞がないようにおそらく立体交差にしてるんだろうと思います。まあ私はあんまり詳しくないんですけども、これが京葉線、それから武蔵野線の車両を管理している京葉車両センターです。前は全部205系旧型車両がずらーっと並んでてね、うわすごい古い車庫だなという感じだったんですが、最近ではいろいろ新しいものが増えてきました。旧型車両の205系もどんどんここからインドネシアに送られています。だって列車はもう間もなく海浜幕張に着きます。幕張メッセが有名ですよね。私も降りたことはないんですが、駅前はかなり綺麗で都会的です。昔は特急若潮号の多くがこの駅を通過していたという記憶があるんですけども、最近ではもうほとんど全部が海浜幕張に止まるようですね。駅としての重要性がどんどん増してきたということです。海浜幕張駅を過ぎるとまた高架橋がいろいろ入り組みます。で今度はこれは何なのかというと、かつてこの海浜幕張駅の少し先、進行方向の右側に、千葉貨物ターミナルという貨物の駅がありました。私がちっちゃい頃まではどうもあったらしいんですけれども、今では全部蘇我の先にある、まあ、貨物船に全部集約ということになっています。
この画面に映ってる橋も見てもらうと分かるんじゃないかなと思うんですけど、多分ねこの駐車場とかがもともと線路だったんじゃないかと思うんですよね。だからこのように可動橋が、結構遠くまで橋を渡しているわけです。現在は配送センターになったり、まあ、それからやっぱりよく使われる跡地の使い道としては大型のショッピングモール、確か IKEA とかそういうやつがあったんじゃないかな。というわけで通過しております、こちらが、千葉港駅です。ここは京葉線が最初に開業した時からあった結構歴史の古いところです。これを過ぎると本当に千葉の港が見えてきます。千葉港、そして進行方向の左側にも千葉市の中心部の高層ビル群が見えてきます。ただ京葉線は微妙に千葉市の中心を通らないんですよね。だから進行方向左側の あれがビル群かというのをこう見ながら、千葉の眺めを楽しむにはいいんですけども、あの都会感を、まあ、今一つ感じることはできないかもしれません。その代わりにこのような明らかに普通の人が使うような施設ではない港、これをいっぱい見ることができますし、工場がずらっと並んだり、それから夕方はね工場帰りの人たちがもうすごい大混雑するんですよ。あ、この辺がきっと東京とか、それから千葉、そして、まあ、おそらく神奈川県周辺までいろいろ絡んで、日本の工業を力強く支えているんだな、そういう場所だということは感じられると思います。進行方向左側には千葉城が見えます。これが見えるともう間もなく蘇我です。で、蘇我に至る前にね、手前、そう、これですね、新京成電鉄が走っているのが見えることがあります。これ新京成ですよね、多分。もしかしたらすみません、京成かもしれない。私あんまり詳しくないんですが、その他に、外房線、内房線の電車が走っているのを見ることができる場合もあります。列車は右カーブを描いて蘇我駅に降りていきます。この蘇我駅は千葉方面からやってきた外房線、内房線の電車と合流をします。そしてまた蘇我駅は貨物列車の重要な基地でもあります。ここから京葉臨海鉄道って言ったと思いますが、要するに貨物列車を運搬するための貨物の専用鉄道会社があって、まあ、JR 貨物と直通をしてるんですけれども、そこで使っている専用の機関車などを見る場合もあります。反対側にはあれは昼寝してるんですかね、回送列車だと思いますけど、まあ、なんか通勤特急かなんかで使ったさざ波号か若潮号か何か10両編成であそこに止めているようです。この時間10両の重要はまあ平日であれば特にないでしょうから、おそらく何かの都合であそこに止めているに過ぎない営業列車ではなさそうですね。そしてまた裏側には貨物列車が止まっているのも見えます。ちなみにこの蘇我は、ジェフユナイテッド千葉ですかね、 JR 東日本がスポンサーになっている会社ですが、サッカークラブですが、その球場の本拠地ともなっているんだそうですよ。だから駅の発車メロディーもジェフユナイテッドの応援の歌、それを流しているんだそうです。向こう側に止まっていたのは総武快速線から直通してきた快速の上総一ノ宮駅だと思うんですが、この列車はこの駅でもう一本列車を抜きました。確かさっきね新浦安かなんかでも抜きましたんで、もう早くも3本目の追い抜きをしてるんですね。実は結構特急若潮号は追い抜きが早い列車でもあります。そこまで出たところで、内房線と外房線が分かれるわけですが、しかしそれは取り逃しました、まあ、ともかく蘇我から先も割と順調な走り方をします。列車はなぜか知りませんが少々遅れていたようです。遅れを取り戻すためにいつもよりもまたさらに速くなってきました。この辺は線路を新しくしたんですがね、すごいこう高架っていうかね、あの山の上をこうかっ飛ばすような走り方をして、実は蘇我から大網あたりまでの車窓はなかなか乗っていても楽しいものです。多分伏線にするときにかなりいろいろ改良工事をしたんでしょうね。特急列車も早く走っていってくれるし、普通の快速列車に乗ってもかなり迫力を感じるものです。この辺まではかなり混雑をする通勤路線でもあります。大網、そしてその次の特急の停車駅は確か茂原だったと思いますが、この辺は本当に朝になればもうぎっちり通勤客がやってくるところ、列車も夕方、夜の遅くまでかなり混雑しています。この大網からは東金線が分岐をします。昔駅の場所がなんか大網って入れ替わったりとかしたらしいですね。だからその跡地なんかもちょっと私また面白いんで見に行きたいなと思うんですが、今回はそちら側とは逆側の座席だったのであまりしっかりとは映しませんでした。昔だからガン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 って音が聞こえてくるの分かりますでしょうか。つまりこの辺はレールの溶接をしてないんですね、おそらくは。通常レールは1本25メートルなんですが、まあ、そのつなぎ目でガタンガタンという音がして乗り心地が悪くなる音が発生したり振動が生じたりしますので、それを溶接するということをします。外房線ほどの結構お客さんの乗っている、特にこの区間の外房線であれば、まあ、そういうロングレール化工事をやってもいいと思うんですが、とりあえず今のところはやっていないようです。その代わり特急のスピードを感じることができます。鉄道マニアにとっては嬉しい状態であると思います。速度を見ると120キロ、確か外房線の最高速度は120だったと思うんですよ。この列車は130キロ対応だ、車両は130キロ対応だと思うんですが、まあこれくらい出してればすごい特急に乗ってるという感じもしますよね。
特急若潮は意外と料金が安い。あの割引の制度がいろいろと整っています。4割引だったり暴走料金回数券だったりというものがあります。それでいて乗ってると、先行の普通列車、快速列車などをバンバンぶち抜いてくれますので、お休みの日に特急列車に乗ってどこかに行きたいという場合には利用する価値がかなりあるのかなと思います。さてこのまた高架でね、家の上を走るようになるともまもなく茂原です。まあ、茂原に何か観光しに行くとかいうことってあまりないと思いますけど、まあ、しかしですね、千葉県のこの辺は都会なんだなという感じがして、あの家が並んでますからね、あの特急若潮に乗っていくと、まあ、ここら辺から先いよいよ奥地に入るぞと感じるようなところでもあります。また茂原駅で先行の普通列車をもう一本追い抜きます。これで追い抜きは4度目です。確かもう一回追い抜きがあったような気がするんですけど、結構いい乗り物だと思いますよこの特急はね。だって車内の混雑率ですが、こちらは自由席、自由席はこのようにまあまあこの辺まで混んでいます。この列車は10両編成なんですけど、途中の上総一宮で後ろを切り離しますんで、上総一宮より前に行く自由席がこの混雑率なんですね。そして一方でこちらは指定席でございます。指定席はこのようにね、全然乗ってないんですよ。なんでこんなに乗ってないのかな。まあそれはやっぱ自由席の方が指定席よりも安いというふうに思っている人が多いからそうなわけですよね。ただインターネットの予約、駅ネットでは4割引き、指定席の方が自由席よりも圧倒的に安いということになっています。だから本当はちゃんと調べていれば、あの自由席に乗ってるお客さんはもっと安い値段で指定席に乗れるんだけど、みんな知らないから自由席の方が安いと思って多分乗ってるんですよね。もしくはまあ当日に買ってるのかもしれないですけど、だからもうちょっと JR の割引制度がね、広まればいいなと私は思うんですけど、あんまり割引制度が広まりすぎても安いのかもしれ、安すぎちゃってそれはそれで問題なのかもしれませんが、さて列車は今上総一宮駅に着きました。短い停車時間、列車の遅れはまだ回復しきっていないので一瞬で開放の作業が済みました。先ほどお伝えしましたように上総一宮駅で前の5両と後ろの5両を切り離すということになります。後ろの5両、この上総一宮止まりの編成から降りてきたお客さんは私が見る限り2人しかいませんでした。つまりまあそれでもし全員降りてきているんだとすれば、10両編成の後ろ5両には2人しかいなかったということですからね。ちょっとこれはそんなことってあるかと思うんですけども、一宮までで降りるこの時間の下りのお客さんってのはそんなにいないのかもしれません、まあ、もしかしたらもう一宮駅で降りるってお客さんはそんなにいなくて、実際にはソナとかね、海浜幕張、そこら辺でポロポロポロっと降りちゃってるのかもしれないですね。この辺を過ぎるともうまさに千葉の山中です。千葉はあのやっぱり海に囲まれているところですので、海の県という印象が強いですけれども、実はあのかなり山の県でもありまして、外房線もまた山の中にかなり割り込んでいくようなことをします。速度はそれでも100キロほど、ちゃんと伏線になっていて、また速度を上げてこれが110キロになろうとしています。実に特急列車らしい。これでグリーン車がついていれば一番良かったんですけれども、グリーン車は一部の車両のみついています。房総方面は、ビュー若潮としてまで運転していましたけれど、現在は、グリーン車付きは9両編成255系という車両で、なかなか見た目もかっこよく、ちっちゃい時から私も好きな車両の一つです。それでも山中を走っていると思えば、やはり時折このような高架区間になって結構しっかりした路線なんですよ。乗っていても乗り心地はレール溶接されてないとか言いましたけどいいですしね。到着しました。この駅は大原です。大原はそんなに大きな町と私が思ったことはありませんが、 NTT の電波塔があるイメージです。そして右側に伸びている線路、これはいすみ鉄道の路線です。いすみ鉄道はもともと国鉄の、何線って言いましたっけ、私も忘れちゃった、あの国鉄の路線だったんですけども、それが第三セクターに転換をされた赤字路線です。珍しい列車が土曜日曜になると運行されます。結構面白いですよ。キハ28、キハ50、キハ52という、非常に旧型車両、もう現在ここでしか乗ることのできない国鉄の名物車両です。外房線は上総一宮よりも南の区間で単線区間が現れてきます。もともとは全区間単線だったんですが、これを増強しようということで、部分的に伏線にしてあります。本当は多分全部伏線にしたいんだろうと思うんですが、まあ、土地買収とか予算とかいろいろな事情から完全な伏線にはできていません。全国の主要幹線でそういった場所があります。例えば上越本線とか山陰本線でもそういった箇所はあります。まあ、これは結構ありがちな光景なので、その部分はまあちょっと脆弱になりがちで、単線区間のところに入ると、まあ、そこだけ列車があの遅れが発生するという場合もありますけれど、でも基本的にね、外房線はあのよくできている路線だと思いましたよ。到着しました。この駅は御宿です。御宿駅は夏の時期だけ緑の窓口が臨時で開設されているとか、昔はそういうことがあったはず。今どうだかは忘れましたけど、なぜそんな風になるかというと、夏のシーズンは海水浴客が多くなるからです。
御宿の次の勝浦は特に観光の拠点となっていて、これもまた夏の時期になれば昔は臨時列車が多数やってきたところです。今でもそうなんじゃないでしょうか。それよりも臨時バスの運行本数の方がはるかに多いような気もしますけど、御宿と勝浦の間でもそれなりにスピードを出して、そしてまた伏線になっています。ただね、ある程度できる路線、あ、ここまでは早く来たなというのも、まあ、この勝浦で完全に終わりです。一方で勝浦から先は、まあ、すごいローカル線という雰囲気が強くなって、中には一部の特急列車が普通列車若潮号に格下げをされるということもあるんですが、その代わりに大変景色の良い路線でもあります。勝浦を出たらば進行方向の左側にご注目。見えてきましたのは太平洋です。特にお昼を過ぎると水面に太陽が反射して綺麗です。朝の早い時間に来ればそれはそれで太陽の日の光に染められた青々とした海を見ることができ、これもまた大変素晴らしいものです。夕方になれば、ここにまた夕日が沈む、そんな光景も見られます。今日は風がちょっと強い日でしたので、波がそれなりに大きくなっているようです。それが寄せているその風景も見られます。これリクライニングの紹介なんですけども、このリクライニングは形は悪くないんですがね、窓枠がちょっとこちら側へ出っ張ってくるんですよ。だから肘掛けに腕を置こうとすると出っ張っている窓枠がちょっと干渉してきてね、あ、まあこいつ邪魔だなぁと、そんな風に感じることもあります。まあ、ともかくもうお客さんは全然乗っていませんので、展開できるリクライニング装備は全部展開して足をバーンと広げてのんびりだらだら、いいですね。これここら辺でなんかこうお弁当とかね、車内販売でございますとか売りに来るといいんですけども、現在房総方面の特急列車ではそういうことは特にやっておりません。通過中の駅は上総興津駅。ここからも駅のすぐ目の前に海があってね、私もウニを捕まえたりとかしまして、ウニがいっぱいいるんですよ、ここの目の前の海にはね。でそれからこれはマンションですが、リゾートマンションですかね、ここに住んでる人がいるのかな、どうなのかちょっとわかんないんですが、まあきっとバブルの時期なんかにはここで、買い物をするという人も多かったんじゃないでしょうか。もちろんマンションの買い物です。そして次の通過駅は宇原。この列車は特急列車の中でも停車駅が少ないんですけども、その次の、こちらは滑川アイランドもそうですが、基本的に観光地が連続していた場所でした。滑川アイランドはもともと陸軍だか海軍だかの施設、それを、改良してですね、まあ動物園的テーマパークにしたんですけども、東京ディズニーランド、ディズニーリゾートに負けまして、現在では閉園しておりますが、駅だけはその名前を残しています。車内の自動アナウンスが鳴って、もう間もなく阿波小湊駅だと伝えていました。左側に見えるこれは鯛の浦と言いまして、昔日蓮宗の開祖日蓮がこの辺りで生まれ、その時大きな鯛が海の中から現れたと伝えられています。終点の阿波鴨川は次の停車駅ですが、この小湊駅もなかなか見どころのある駅で、駅前でちょっと降りて見物をするというのも楽しいです。まずここで降りて鯛の浦へ行き、その後高速の列車で阿波鴨川駅に行こうと思います。反対側にちょうど先ほど紹介した2号合計がやってきました。あちら昔はね、東芝 GTO っつかな、すごくいい、モーター VVVF インバーターの音を兼ねててくれたんですけども、まあ、現在は交換されました。今の音も悪くはないですけどね。まずはこちら257系新型の5両編成が出発。どちらも同じような色使いでとても綺麗ですよね。房総方面のね、白、青、黄色のデザインがとてもいいと思います。9両編成、お客さんはそんなにたくさんは乗っていませんでしたが、2号合計も出ていきます。やっぱこういう田舎の路線にね、長い編成の特急列車が来るってのは映えますよ。これはかっこいい。単線でお互いに道を譲り合っているけれど行き先は東京っていうの、これがまたいいですね。千葉方面の観光といえば、やっぱ私はちっちゃい時はビューさざなみ、ビュー若潮、これで連れてってもらえて嬉しかったですよ。今でも2号合計が来るとちっちゃい時の思い出が蘇ります。この阿波小湊駅は最近新しくなりましたよね。全部前に来た時はまだ古かったような気がするんですが、多分予想を変えたんだと思いますけども、駅の周りなどタイがたくさんおりますので、駅にもタイのマークがたくさんあしらってあります。そしてこの後観光も終えました。まあ、詳しいことはね、スーツ旅行チャンネルで楽しんでいただければと思うんですが、鴨川シーワールドのあります阿波鴨川駅に来ました。お魚もたくさん泳いでおります。この水槽は阿波鴨川駅に設置はしてありますけれども、管理は鴨川シーワールド水族館のものだそうです。まあ、この町の発展させている大きな一大企業でもありますからね。もう間もなく帰りの特急若潮号がやってきます。ちなみに先ほど私の乗った特急若潮号は、あのまま阿波鴨川駅に着いて、そして駅の裏手にあります留置線、まあ、そこに置いてお昼寝をしていました。
でそれが終わりましたんで、じゃあもう一度帰りの仕事に着くかと、こちらがあの一番手前のホームにやってきてお客さんを拾い、また東京へ帰っていくということになります。16時36分発特急若潮18号、この列車でまた東京までおよそ2時間です。ぼーっとしていたら列車が入ってきました。帰りも5両編成、帰りはね座席指定をしてありますので、指定席で帰ることになりますが、随分空いていましたよ。鴨川から乗ってきたお客さんはこの号車には誰もいなかったですね。自由席はまあそれなりに乗っていたようなんですけど、この日は特に平日ですから観光の需要がそんなになかったですね。若潮号は本当にありがたい列車で、あの私は結構よく乗るんですけども、ただ需要はそんなにないんですよ。で需要はないのに列車いっぱい運行してくれてるもんだから、 JR としては赤字なのではないかと思いますが、まあ、しかし乗客としてはガラガラで乗っていても快適です。グリーン車いらず。鴨川駅を出て進行方向右側の車窓、鴨川シーワールドは列車からは見えないんですけど、その真向かいにある鴨川館という旅館があって、まあ大体水族館もこの辺にあります。勝浦の駅に来ました。向かい側に止まっているのがまた特急若潮20号ですね。次の東京行きの特急列車です。こちらは9両編成の25号系が使われています。まだ回送列車として停車中。この列車が行って、まあ、その後準備はもう整っていると思いますので、車掌さんとか運転手さんとかそういう方が乗り込んだら、おそらくはドアを開け、お客さんどうぞご乗車くださいとやるものと思います。途中グリーン車があって、確か今のこれかな、なんかグリーン車がどっか映ってたような気がしたんですけど、あのどれがグリーン車であるかわからない、グリーン車と普通車の違いがあんまりないんじゃないかと、そんな風に言われている車両の一つです。ただその代わりそんなもんだから、グリーン車がもう本当にガラガラで、ただでさえ空いている暴走特急のグリーン車は本当に人が乗ってないんで、あのなかなかですね、あの乗っていてもあの快適というか、あ自分一人しか乗っていなくて、あいいなぁ、こう優越感が味わえる。私はこのグリーン車好きですよ。もう間もなく上総一ノ宮に着きます。さて先ほども上総一宮で、10両で走っていたものを分割しましたけれど、察しのいい方は気づくかもしれませんが、そこで分割した後ろ5両はずっと上総一宮で寝てたんですね。そしてまた帰りに上総一宮でくっついて走って帰るということになります。あの車両の走行距離が伸びたりとかするのはあんまりこう好ましいことではないということで、あの用もないのに車両を走らせることはしません。やっぱ走らせるんだって電気とか、あの車掌さんの人員とか、まあお金かかりますんでね。だから5両いらない分は後ろに置いてきましたが、でここでまたくっつけてもう一度10両編成として東京に帰ります。一宮の駅から乗るというお客さんもいれば、こちらの自由席の方が空いているからと、もともと乗っていた自由席から移ってきたお客さんも少しはいたようです。そしてまたやっぱり観光の列車、夜の遅い時間ですけれども、遅くはないけど、まあ、夜の時間だけども、連結のそのシーンを見たいということで、子連れのお客さんが何人かやってきていました。一旦停止、その後もう一度停止して、最後に併合となります。はい、連結完了。この間私が鴨川から乗ってきたこの後ろ側の編成なんですけれども、これのドアは一旦閉じられています。これおそらく連結をするときにガチャンと衝撃が来て、そのときにドア付近にいると、あのホームに着地するときに怪我をしたりとかね、する可能性が、まあ、泣きにしてもあらず、衝撃を受けますからね。なのでおそらく一旦閉めているものと思うんですが、連結が完全に完了したということが確認をされると、両方とも総括制御で、あの前の5両も後ろの5両も同時に操作ができるようになりますので、完全に準備が終わると同時にドアが開きます。ただ意外と開くまで時間がかかるんですね。前の編成 NB01 と書いてありましたが、あのさっき若潮号に使っていたのと全く同じものであることがこれで確認できます。なかなかドアが開かないですね。どうかな、多分車掌さんが開くんだったと思うんですけど、この間外にちょっとじゃあ写真撮りに来ようって言ってね、出てきた人たちは結構薄着で来てますんで、夕方でまた風も強くなってますから締め出されてね、結構寒いんですよ。早く開けてくれと思うんですけども、ドア開けたのは車掌さんじゃなかったですね。多分真ん中のところで今操作したんだろうと思いますけど、なんかこれで10両の若潮号が完成しました。私は指定席なんで、もともと指定していた自分の席にまた元からあの通りに座るだけですけども、あの連結面のところなどをこのように見ることができるようになっています。この運転台の座席には座れないんですけどね、あの JR の車両時折ね、運転台がああいう風に連結されている時に運転席の座席に座ることができるようになっている場合もあるんですよ。そういうタイプの車両もあります。
車掌さんがわざわざね、あどうぞここ座ってくださいとか言ってね、あの準備して座らせてくれたりすることもあるんですけど、若衆の車両は立ち入り禁止。これ見ると車内のこれ温度ですね、あの号車によって結構温度の差があるようで、一番暑いところは24度ぐらい、寒いところは21度台ということでした。これは運転台、運転手さんの席です。なかなか良さそうな席ですよね、座り心地がいい、もっこりしております。でもまあさすがにリクライニング機能はないからな、当たり前ですけど。でそれからこちら、これ分かりますか？あの前のところにね、若潮とか特急とか表示しているためのあの行き先とかあのヘッドマークの表示機械です。これが内側に入ってるのは昔からあのこういう貫通型特急車両の伝統ですね。動き出しました。メーターの動き方なんかもこうやって見てると面白いですが、なかなか高性能、どんどん速度が上がっていきます。ここはね、通常運転手さんが使う契機なわけですけど、あのそれがあの目の前に見られますんで、連結している面のところに行ってこうやって見てみると面白いですよ。次の駅の到着時刻とかね、そういったものも画面に表示されたり、それからまあさっきの各号車の温度とか、あこういう風なものを運転台から管理しているのか見ていると分かります。やっぱり外房線は基本的に高速で走るんですね。100キロオーバーで走ることが多くて、これは関東の特急列車の中ではあの結構できる方なんじゃないかと思います。まあ、JR 東日本の特急どれも速いんですけどね、高崎線の特急も100ぐらい出すんですが、そこらへん出してくれないと特急って感じがしませんのでね、多少揺れてもいいんで速い方がいいと。で実際外房線の特急に乗ると、まあ、大体所要時間は、阿波鴨川から東京まで全区間乗った場合1時間は短縮できないけど、大体50分ぐらい短縮できるという場合が多いようです。これその後に入った指定席の車内ですが、このように誰も乗っていません。自由席はまあまあ乗ってるんですけどね。特に一宮から10両編成になりましたので、これだけですね、ガラガラになっているものは、まあ、そう簡単には埋まりきらないでしょう。途中駅の通過の様子ですけども、結構この時間でももうお客さんが逆方向でね、待ってる人なんかがいて、普通電車は混み始めるんですよ。東京方面でもなんか混んでたような気がしますね。違ったかな。特急は速いっていうのもそうだし、座っていて快適っていうのもそうで、それらがね、どちらも満たされているこの若潮号は質の高いものだと思います。まもなく蘇我に着くそうです。蘇我駅に着くとき、左側に内房線の電車が止まっているのが見えました。向こうを見るとあのまま千葉に向かうようですけど、やっぱり混んでますよね。この時間外房線なのかな、内房、多分内房だと思うんですが、なんでだか知らないけどね、逆方向、つまり通勤ラッシュとは逆側も混んでるんですよ。まあそういう流れの通勤ラッシュがあるのかもしれませんね。この辺だって工業地帯、働くところはたくさんありますので、そういうところで働いてる人たちが、まあ、みんな自分のお家に帰るホームタウンの時間です。蘇我を出ると進行方向の左右で分かれます。向こうが千葉方面、こちらは東京方面に直接向かいます。この辺りは本当にああいう内房線、外房線との並走が見られたり、それから先ほどの新京成電車だったかな、それとの並走が見られたり、そして先ほどお伝えしました千葉方面の高層ビル群というのはこれです。まあ、この高層ビルに含めるかどうかは微妙なところだと思いますが、しかし飛行機がぶつからないようにっていう意味でやってるらしいですよね。あの赤ランプとか、かなり離れたところで複数の鉄道会社、複数の路線が、このように並走している、それなりのスピードで走っている、結構都会的で忙しいというイメージでね、千葉のこの辺が、まあ、特に見どころなのかなと私はいつも思います。この列車は京葉線に入って、次の停車駅は海浜幕張、そしてその次が東京です。京葉線内はなんだかんだやっぱりここもね、いい速度で走るんですよ。中央線の特急は見習ってほしいって感じですけどね、それはあの中央線は中央線で問題を抱えてますんで、そんなこと言ったらかわいそうなんですが、京葉線内では結構工場で通っている人が多いという話をしましたが、こちらは市川塩浜駅です。もうまさに京葉工業地帯のど真ん中っていう感じですけどね。これは東京とは逆側ですけども、まあ、まさにそういう方面はラッシュの時間帯でして、この辺は人がたくさんホームに詰めかけています。向こう側には東京スカイツリーが見えています。これはね、確か方角の関係で左側にはディズニーランドとかその辺も見えていたんじゃないかな。もうまもなく列車は東京ディズニーランドのある舞浜に近づきます。東京ディズニーランドの夜景が見えてきました。この時間はモノレールいないかな、まあ、どっか探せばいると思うんですけどね。どうですか夜のディズニーランド、おお、なんかビカビカ光ってるタワーオブテイラーとかそういうやつかな、見てもよくわかんないんですけど、今度東京ディズニーランドも行ってみたいですね。ディズニーランドって結構鉄道みたいな乗り物がいっぱいあるっていうことなんで、非常に期待しております。左側に見えているのが東京ディズニーランドホテルでいいんですかね。これもまた周りをこういう風に独特の縁取りをしたようなイルミネーションがなされてまして、夜はもう大層目立ちます。
そして新木場に近づくとまた東京周辺の高層ビルがちらっと見えるんですよ。丸の内の周辺とかがね微妙ですけれども見えてくる。まあそれが、この新木場駅周辺、新木場駅の周辺に近づきますとこのように東京周辺の高層ビル群がずらっと横に並びます。東京タワーとかも実は京葉線からちょっとだけでも見えるんですよね。新木場を通過するともうすぐに列車は大きく右カーブをしてしまうのでこういった景色は見られなくなりますが、これもまた京葉線から隠れて見える絶景です。ほんの一瞬だけですが東京は大都会なんだな、そんなことを感じながら地下に潜っていきます。その地下に潜る直前のところに JR 東日本の資材置き場があって東京レールセンターという場所があります。まあ、越中島貨物駅とも呼ばれているんですが、ここは実は総武本線の亀戸駅とつながっています。すごい複雑なんですよね。こんなところがつながってるのみたいな場所が JR にはたくさんあり、皆さんにどんどん紹介したいところです。さて列車は今東京に着きましたが、ここから折り返してまた特急若潮号勝浦行きとなります。勝浦から先普通若潮号となり阿波鴨川まで向かいます。お客さんがたくさん待っています。この列車は10両編成、この10両という長い両数が生かされるのはこの東京発の下り列車と朝私が乗った若潮号その前の、千葉方面からやってきた、若潮号、この2つなんですが、要するに通勤のお客さん、それから、まあえて言えば退勤のお客さん、帰るお客さん、そういった人たちは少しでも空いている列車に乗りたい、お金を払っても特急列車で快適に帰りたいという思いが強いので10両の若潮号の自由席にどんどん詰めかけます。自由席勝浦から普通と書いてあるんですね。これもまた前の5両だけがさらに最終的に、阿波鴨川までもう一度向かうんですが、勝浦から先は特急料金を払わないで乗ることができます。私も YouTuber 初期の頃に乗りに来ましたけどね、昔はもっとね勝浦から先が普通列車になる若潮号っていっぱいあったんですが、今では夜の遅い時間だけらしいですね。後ろの5両はまた勝浦一宮で終わりです。ずっと一宮と東京の間を往復してるんですね。じゃあどうも長い動画ありがとうございました。